田がアウトサイドで広げました。ここに山根美希、家永、山根、田中碧、ワンタッチ、家永折り返し、小林、うわ、鮮やかなコンビネーション、先制川崎フロンターレ。ワンタッチを生かした素晴らしいダイナミックなゴールでした。最初は左サイドの車へのところから始まったんですけど、ここワンタッチうまく使いながら田中碧とそれから家永、ここワンタッチワンタッチ入れて、ここもワンタッチ右足でしたけどね。で、あの小林の優の動きがやっぱり素晴らしいのは、彼ゴール前のところでこう動きすぎないんですよね。我慢して我慢してここっていう時にこう入ってくるんで、本当に見事でしたし、ニアのところでちゃんと頭にぶつけて逆サイド、マイナス、田中碧が来ます。バラダがよく守備に入りました。これはノーファール、素晴らしいタックルです。旗手のシュート、あの捕まえに行けないと、あの石原にキープされてどんどんベルマン湘南が出てきますからね。斉藤、バラダ、松田天満、ちょっとスリップ残して斉藤から右、岡本だ、岡本折り返し、バラダのシュート、こぼれ球、石原直樹です。JGAU のブロックでした。この岡本のクロスに対してここからちょっと倒れたんですけど、松田天満よく残してワンポスト入ったの、まあ、いいタイミングで、ね、グラウンドだったんで、ここはキーパーこぼしましたけど、ここ最後のところ石原直樹ですかね、はい、ここできるだけ鈴木斗一はファールなしで対応したかったですけどね。三笘が行く、三笘が行く、引きつけてシュート、宮代コントロールしてからも、やっぱり小林優といつもこうプレーしたり、レアンドロ・ダミアンなんかといい選手とプレーしてるんで、はい、この辺のコントロールとか、それから自分が何しなきゃいけない、宮代、背後取った斉藤、斉藤入れてきた、レアンドロ・ダミアン、ナイスキーパー、よく触りました、谷、ビッグセーブです。斉藤学、ここが本当に素晴らしかったですけど、はい、ちょっとこれボールが落ちた分だけ、ノーファール、レアンドロ・ダミアン、左から三笘入ってくる、レアンドロ・ダミアン、まだ持つ、入れてきた、シュートを狙いました、レアンドロ・ダミアン、ストライカーの性格かなとも思いますね、はい、